Алоха, с вами Swordflame. Как я и говорил в конце прошлого видео, вне видео я попробовал пройти новенькую мини-игру в Пальмакосте по поиску различных вещей или людей. Еще раз прошел за минуту и 31 секунду, но стражник то же самое мне сказал, что никакой награды не будет, но я установил новый рекорд типа «Я молодец» и все. Причем три поисковых точки были новые и одна старая. То есть, вероятнее всего, их какое-то ограниченное количество. Зачем тогда нужна эта мини-игра? Мне не совсем ясно. И откуда-то появилось 3000 с копейкой золотых. Хотя у меня вообще не было золотых, и я ничего не продавал. Не понял откуда. Может, за мини-игру все же дают? Но это мало? Не знаю, странно. Ну да ладно. Сейчас остановимся в гостинице, будет новенький скит, и пойдем искать новую людоферму. Погнали! Зерос, プレセアのプレゼントのお返しを考えてるんだけど、 ゼロスなら何が欲しい？綺麗なお姉ちゃん。え？何何？ジンディアス君、綺麗なお姉ちゃん紹介してくれんのかよ。僕がそんなことしなくちゃいけないの。 人間牧場が復活してたら大変なことになっちゃうね。ああ、また町を襲われて罪もない人が殺される。エクスフィアもまた作られちゃうんだね。エクスフィア製造か。話には聞いていたが、人間牧場とは下劣な施設なのだな。ああ、俺はエクスフィアのために殺される人をこれ以上増やしたくないよ。 私帰ってきてよかったのかな。どうしたの急に。だってミコの試練を途中でやめちゃったんですよ。シルバラント中の人があんなに応援してくれたのに。仕方がないわ、事情が事情ですもの。でも私 心を取り戻した時、嬉しかったからシルバラントのことを忘れて、はしゃいでました。この世界の人がどんなに苦しんでいるかも忘れて。ミコだって嬉しい時は喜び、悲しい時は泣くものよ。何もあなた一人で全てを背負い込むことはないの。それにね、コレット、あなたがこの世界の人を思いやる気持ちをなくさない限り、あなたは 再生のミコなんだと私は思うわ。リフィル先生、明日からもう一度始めましょう。シルバラントを、この大地を救う旅を。はい。
お前たちを待っていた。おかしな話だな。我々がここに向かうことが予想できたというのか。さあどうだろうな。それより我々と手を組まないか。呆れたこと。ロイドやコレットを散々狙ってきて、虫がいいとは思わなくて。あの時と今では状況が違う。ユア！大樹カーラーンを知っているか。聖地カーラーンにあったっていう伝説の大樹か。無限にマナを生み出す命の木だ。それはおとぎ話じゃないんですか。大樹カーラーンは実在した。しかし古代カーラーン大戦によるマナの枯渇で枯れ、今では聖地カーラーンに種子を残しているだけだ。最後の封印に大樹の種子が。我々はその種子を大いなる実りと呼んでいる。ミトスの魂のこと？それこそおとぎ話だ。世界にマナを供給する大いなる実りとは、大樹の種子を指している。二つの世界を一つに戻すためには、大いなる実りが必要不可欠だ。二つの世界を一つに戻すだと。私はかつて言ったはずだ。ユグドラシルが二つの世界を作ったと。もともと世界は一つだった。それをユグドラシルが世界を二つに引き裂き歪めた。世界を引き裂くなんてことができるのか。ユグドラシルにはできた。そして二つの世界は、大いなる実りからにじみ出るわずかなマナを奪い合って、なんとか存続しているのだ。だから繁栄と衰退が繰り返されて、再生の巫女が旅立つ。しかし大いなる実りが発芽すればそれも終わる。大樹が復活するのだからな。どうしたら大樹が復活するんだ。大いなる実りは死滅しかけている。それを救うために純粋なるマナを大量に照射する。そんなもの地上にあるわけがないわ。
クルシスの拠点がある。デリス・カーランは巨大なマナの塊でできた彗星だ。それをこの大地の遥か上空につなぎ止めている。だからそれを使えばいい。それが本当ならどうしてユグドラシルは大地を復活させないんだ。デリス・カーランの膨大なマナは全てマーテルに捧げられている。マーテルを復活させるために。そんな。マーテルはクルシスの奇跡の力で大いなる実りに寄生し、心だけが生きながらえている。マーテルが目覚めれば大いなる実りは彼女に吸収されて消滅するだろう。逆もまたしかり。それを阻止するためユグドラシルはマーテルが寄生した大いなる実りを精霊の封印という鎖で守っている。だからレネゲードはマーテルの復活を阻止しようとしているのね。そうだ、我々は大いなる実りを発芽させる。その結果マーテルは種子に取り込まれ消滅するだろう。そして大樹カーラーンが復活する。もしそうなったら二つの世界は元に戻るんですか。それは分からんが、種子が消滅すれば世界は滅びる。だからマーテル様には涙を飲んで消えてもらうってな。マーテルはすでに死んでいるのだ。デリス・カーランのマナがなければ、とうに心も消えていた。どうしてユグドラシルはマーテルにこだわってるの。それはどうでもいいこと。問題は大いなる実りを発芽させること。今まで大いなる実りは衰退世界の精霊によって守護されてきた。マナの鎖だな。そう、そして鎖は抜け始め、大いなる実りの守りは弱まっている。私たちが二つの世界の精霊と契約をしているからですね。なるほど、だから私たちと手を組みたいのね。私たちにはシーナという召喚師がいる。ユア、お前はクルシスか、それともレネゲードなのか。私はクルシスであり、レネゲードの当主でもある。獅子神中の虫か。要するに裏切り者で。さあどうするのだ。わかった。信じるの、ロイド。信じるさ。こいつは自分の裏切り者としての立場を明かした。それってヤバいことなんじゃないのか。私も信じる。お前たちはロディルの牧場へ向かうのだったな。本当によく知ってるね。こっちに密偵でも放ってるんじゃねえのか。本当だよな。
まあいいや。魔導法ってのが完成する前にどうにかしたいんだ。それにロディルには貸しがあります。牧場と魔導法はシステムが連結しているはずだ。管制室を無効化するといい。やけに詳しいわね。我々もロディルの牧場に潜入する必要がある。奴の牧場の入り口まで道案内をするが、どうする？どうするもこうするもねえよ。手を組むんだろう。当然頼むさ。あんたたちは何のために牧場へ向かうんだい？マナを大いなる実りに照射するための準備だ。その準備のためにレアバードの空間転移装置が使えなくなっている。テセアラへ戻るのは牧場潜入の後まで待て。いいな？わかった。準備ができたらボータに声をかけろ。あとは頼むぞ、ボータ。わかりましたぞ。シュート！行くわよ！
ません。アトレスさん、ノーマーアイス、反省してくださいね。余裕余裕。妄想襲撃ミルストリーム全国用紙式ウーラクエイエイロバーファーストライドクルリ用紙襲撃アクトウーラクヤスライカエイエイロバーアイ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 シンコー相手が悪かったな。弱者をいたぶるのは勝負お似合わぬ。サザンカラッセリーホーマータウンウィンドウエイショークラッセエイエイロバーエイおわったやらせんラッセリーエイエイヒールウィンドウロバーエイエイおわったやらせんエイエイロバーエイエイロバーエイエイクーハショーエイエイクーハショーグレイムバッチョブだ。大丈夫？ほら、受けてみるだよ。プリンが。ハッピー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 。まだまだいけるぜ。
士集団だ。王将受けてみる。空間シャッソシハトウ予想襲撃新人剣バラセンシェッハッいい武器使うんだぞ用紙集団指示しましたサンダーブレード指示熱襲撃用紙集団俺の剣もなかなかだろロバーイ！
シュッヒールストリームハッハッハッまだまだいけるぜ。Thank you.
弱者をいたぶるのは勝利。鬼哀れ。受けてしまった。なんだ。誰か。勝利。総破口。受けたな。ヒールウィンドウ。ヒールウィンドウ。その南にこの手が当たる。一緒に踊る。よーし、終わり。これなら楽勝だな。その南に逃げろ。この手だ。楽にしよう。ストーラー総破陣。ストーラー総破陣。ヒールストリーム、はい、無駄だ。ロボーイド。エイエイロボーイド。コウ青龍。幼児集団。受けてみな。シュウケン使うんだぞ。その南に。まだこの罪は償えていない。
シュッケーナルトナセトエイドここに行く集落ハッカーエイロンダーハザイクーハショウシジケンレッタエイエイみんなヒールストリームエイエイロバーアイテム反射した。ただめ獅子閃光魔人空画ショーエイエイエイロバーアイテムもらっちゃった。逃げるなよサンダーブレード。今のに弱い。ここも複雑な構造だな。今までのどの牧場よりも複雑だわ。ロディルはよっぽど用心深いのね。ああ、仲間のご聖人もイグドラシルすら信用してないみたいだったからな。長居をしていてはどんな手を打たれるかわからないわ。急ぎましょう。ああ。
なら楽勝だな。天下となりて夜光を飲み込め、タイダルウェーブ。超魔人キャッチコー超覇人。油断したか。ヒールストリーム。ゴーマジンケン。スコーレット。油断したか。ハッ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 ハWee!
ったが、巫女崩れとその仲間めがゴキブリ並みの生命力だの。バーズと二人で私を騙したんですね。プレセアか、お前がその小さい体でクルシスの奇跡を作り出してくれていれば、もっと大事にしてあげたのですがね。消えなさい。まあそう生きり立たずに投影機を見なさい。これからちょっとした水中ショーを見せよう。私たちがここに乗り込んできたわけは分かっていますよ。大方我が魔導法を無力化しようというのでしょう。残念でしたね。魔導法へ続く通路は海水で満たしてあげましたよ。牧場の人たちを見殺しにしたの？許せない。デザクシの命など死ぬか。魔導法はクルシスの奇跡があれば完成する。あのトールハンマーさえあればユグドラシルもクルシスも恐るに足らんわ。目障りな救いの塔も魔導法で崩れ落ちるだろう。救いの塔を破壊して一体何になるんだ。お前たちのような下等生物には関係のない話だ。私はようやくクルシスの奇跡を手に入れたのだからだ。どれ、まずはわしが装備して奇跡の力を試してやるわい。恨まないでよね。
幼児集団撤収撃。了解よ。剣月幼児集団撤収撃。切り定め思考召喚。行くわよ。パズルゲットシャープ。治癒光
走破陣。進行。いけない。自爆装置だわ。爆破するなってボータさんが言ってたよね。くそ、止めるんだ。無理です。私たちの中でこの機械を扱えるのはリフィルさんぐらいしか。俺様たちはテセアラ生まれでも魔科学の仕組みなんざほとんど勉強しねえからな。先生、分かっています。でも一人では追いつかないわ。我々が引き受けようぞ。お前たちはそこの地上ゲートから外に出て脱出するのだ。ボータ、無事だったのか。そんなことは後でいい。早く外に出ろ。お
前たちがいては足手まといだ。わかった。大変だ。あそこのドアを開けてやらないと。扉が開けて、ここにも水が押し寄せている。ここは見れば分かる通り、天がドーム状に覆われているわ。水の逃げ場がないのよ。私たちを助けるため。そんなのダメ。なんとかできないの？見ているだけなのか。自爆装置は停止させた。ボータ、あの扉を開けろ。俺たちで上のドームを破壊すれば。我々の役目は大いなる実りへマナを注ぐために、各地の牧場の魔道路を改造すること。それでこの管制室での作業をもって終了する。お前たちには我らが成功したことをユアン様に伝えてもらわねばならない。なんてこった。皆さん、後ろ。なんだ。運搬用の飛竜でしょ。自爆システムの解除で檻が開いてしまったんだ。いかん、奴ら来るぞ。くそ。弱者をいたぶるの。
やらせないでください。来ましたダメ。セット。ひらめいたぜ。魔法陣。どうしてミトスがここに？レアバードで脱出してください。詮索は後にしましょう。ああ、そうだな。ミトス、やっぱりミトス。でもどうして？さっきの攻撃は？それにどうしてレアバードを？ごめんなさい。僕、やっぱり心配でみんなの後をつけてたんだよ。それでレネゲードって人たちにお願いしてレアバードを貸してもらったんだ。でも、あのものすごい攻撃は？あれは
僕にもわからないよ。僕は笛が聞こえたからどうにかして中に入ろうと思って、必死でドームにファイアボールをぶつけただけなんだ。そしたら突然金色に輝く鳥がやってきて僕を助けてくれたんだよ。金色に輝く鳥？まさかアスカ？まさか精霊がどうして？どういうことなんでしょうか？まさかと思うけど、ジーニアスが吹いた笛の音がアスカを呼んだとか。ミトスの笛が？どうかしら。その笛自体を調べてみないと何とも言えないわね。それよりみんな休んだ方がよくない？パルマコスタに戻ろうよ。僕ニールさんに黙って出てきてしまったから謝らないと。そうだな。詮索しててもわからないし、とりあえず行くか。ああ。ミトス、ありがとう。君が来てくれて本当に助かったよ。ミトスってすごいんだね。うん、そんなこと。僕、ミトスと友達になれてよかった。Thank you.
場でエクスフィアが作られているんですね。うん、あそこに閉じ込められた人たちの命でできてるんだ。私のエクスフィアもこの世界の誰かの命でできているんですね。多分私やっぱりおかしいのかもしれない。何が？私はそれがかわいそうだと思っていないみたいです。え？じゃあプレスヤは人がエクスフィアにされてもいいっていうの？私おかしいんです、きっと。ロイド、そんな顔しないで。ダメだよ、俺また目の前で人が死んでいくのを見ているしかできなかった。うん、あれだけもう誰も犠牲にしたくないって思ったのに、結局俺は誰かの命を犠牲にして生きながらえてるんだ。うん、俺どうしたらいいんだろう。またわからなくなりそうだよ。ロイドはロイドが最善だと思うことをやるしかないと思う。俺が最善だと思うこと？ボータさんは彼の信じるより良い方法を選んだんだと思う。だから私たちもより良い方法を探そう。たとえそれが苦しくても私も手伝うから。より良い方法か。それしかないんだろうな。ミトス、ありがとう。僕、もうダメかもしれないって思いながら笛を吹いたんだ。でも、君は来てくれた。そんな、僕大したことはしていないよ。でも、ミトスはエクスフィアもつけてないんだよ。それなのに、命の危険を押してまで来てくれた。すごく嬉しいんだ。ジーニアス。僕ね、ミトスに助けが必要な時は必ず助けに行くよ。ありがとう。きっとだよ。うん、約束する。ジーニアスは僕を裏切らないでね。元気ないね、プレゼア。いえ、私はいつも通りです。そうかな。だってプレゼア、僕もプレセアと同じだよ。え？僕も一人ぼっちだよ。きっとそんな人はこの世界にたくさんいると思う。はい。違うよ、二人とも。二人には僕たちがいるでしょ。僕はミトスもプレセアも好きだし、二人が寂しかったらそばにいてあげたいよ。それじゃダメなの？ジーニアス。ううん、そんなことないよ。そうだよね、僕にはジーニアスたちがいるんだよね。でも私は、いいえ、そうですね、仲間でしたね。ありがとうジーニアス。
ねえシーナ、プレセアのプレゼントのお返しを考えてるんだけど、何がいいかな。こればっかりは好みの問題だからね。シーナは何かあげたの？私は瑞穂の里に代々伝わる藁人形を作ってあげたよ。式神の石だからね。使い方はジーニアスには刺激が強すぎるかも。なんとなくわかるよ。姉さん、プレセアのプレゼントのお返しを考えてるんだけど、姉さんならどんなものが欲しい？そうね、私なら幻の古代書ネクロノミコンだわね。あなたも名前ぐらいは聞いたことがあるでしょ。イニシエの大戦中に深海に沈んだと言われて。ああ、姉さんに聞いたのが間違いだったよ。プレセアのプレゼントのお返しを考えてるんだけど、コレットならどんなものが欲しい？やっぱり世界平和かな。あらら、また随分とスケールが大きくなっちゃったな。リーガル、プレセアのプレゼントのお返しって何すればいいと思う？そうだな、自分がもらって嬉しいものをあげればいいのではないか。あるいは、そう、花とか。へえ、リーガルって花をもらいたいの？いや、社交界の女性は部屋いっぱいのバラなどを贈ると喜んでくれたのだ。そんなの無理だよ。ねえロイド、プレセアのプレゼントのお返し何にすればいいと思う？手作りの首飾りとかは？ロイドがコレットにあげたのと同じじゃない。芸がないな。芸がなくて悪かったな。ロイドなら何をもらうと嬉しい？まあそりゃ麻婆カレー1年分とかだな。あと木刀セットとか。ロイドに聞いたのが間違いだったよ。Это была забавная цепь скитов, когда Джиниас говорил с каждым персонажем по отдельности. Ботта погиб, и еще два отступника. Это было неожиданно. Так, давайте скит посмотрим. Плесия! Что случилось? これを私に？ありがとう。早速使ってみてもいいですか？素晴らしいです。早速試し切りしてきます。お前、プレシアちゃんに何をプレゼントした？大事。バカだろお前。
Так, это было продолжение цепочки скитов насчет подарка Пресея. Классненько. Так вот, смерть боты и еще двух отступников была неожиданной и печально. А еще говорят, что многие теосов слишком добренькие и светленькие, однако это не так. В этих играх, может, не во всех частях, но это не первая часть, где погибают те или иные персонажи. Так что уж явно здесь не сказать, что это серия игр, где все прям так светленько показано. Отнюдь это не так. Ну и босс Радайл, я думал, будет тяжелее, думал, он будет магию кастовать или кто-то будет ему помогать. Но нет, он превратился в монстра а-ля Resident Evil. И иногда кастовал магию, в принципе, босс легкий. Единственное, что потом после него еще битва с тремя драконами. Но сами по себе эти драконы несложные, поскольку теперь они без главного большого дракона. Так что, в принципе, все было легко в битве с ними. Уж не знаю, собрал ли я на базе Радайла все сундуки, но старался по максимуму собрать. Но если даже что-то важное не собрал, то никто не отменял новую игру плюс. И на этом моменте я закончу это видео. В принципе, это видео мы начали с гостиницы в Пальмакосте и в ней же закончим. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, поделитесь им с друзьями и знакомыми, пишите ваши комментарии. А с вами был Sword Flame. Всем пока!